はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、地上権について解説させていただきます。で、まず地上権ってどういった権利かというと、他人の土地において工作物または畜牧を所有して使用する権利、この土地を使用する権利、このことを地上権というふうに言います。つまり、他人の土地があって、この土地誰かが所有しています。ここに地上権を設定してもらうことによって、設定された地上権者は、この土地で工作物を所有したり、または畜牧を所有したりすることができると、まあ、いうことです。工作物っていうのは、例えば建物も工作物に含まれますし、あと橋だったりとか、まあ、そういったものも工作物に含まれてきます。また畜牧っていうのは、例えば植林をするとか、まあ、そういったイメージで大丈夫です。で、この地上権っていうのは、建物を所有する目的で地上権の設定を受けた場合っていうのは、民法が適用されるのではなくて、借地借家法という法律が適用されるんですね。一方で、建物所有目的でない場合、例えば橋を所有する目的で地上権の設定を受けたとか、植林をする目的で地上権の設定を受けたといった場合は、民法が適用されます。この点ちょっと注意していただければと思います。で、続いて、地代ですね。つまり、地上権の設定を受けて、まあ、その対価として、まあ、お金を払う、その代金っていくらなのかというところなんですけども、これについては、契約の内容によります。契約の内容に従うということですね。これ、無償でも OK です。まあ、ただで、地上権の設定を受けるといった場合もありますので、まあ、そういった場合、OK なんですね。で、ちょっと注意が必要なのは、地上権についてはこれ無償が OK なんですけども、賃借権の場合は、この場合は無償っていうのはダメなんですね。この賃借権っていうこの漢字見ていただければわかる通り、賃料払って借りるって書きますよね。つまりこの賃料払うっていうのは前提にありますので、無償はダメなんですよ。その点ちょっと注意しておきましょう。まあ、これは地上権ではないですよ。賃借権なので、地上権ではなく賃借権の話なんで、ここはちょっと対比してですね、頭に入れておくといいと思います。地上権と賃借権っていうのは別物なんだってことですね。他人の土地に建物を建てる目的で地上権を設定してもらった場合と、賃借権の設定をしてもらった場合では、少しその地代については変わってくるんだというところ、この点は注意していただければと思います。で、続いてが存続期間ですね。つまり、ま、契約期間っていう感じですね。地上権の設定を受けて、その地上権がいつまで続くのかといった期間です。で、これは定めた場合はそれに従います。これ、例えばですね、永久地上権っていうのも OK なんですよ。つまり、永久にその土地に地上権が設定されるよっていう契約も OK となっております。で、これ存続期間、契約期間、これ定めなかった場合どうなるかっていうと、まず、慣習に従います。慣習に従う。まあ、これはね、深く理解しなくても大丈夫です。まあ、とりあえず、慣習があったら、その慣習に従うんだってことですね。で、当事者の請求があった場合、裁判所が、まあ、事情を考慮して、20年から50年の間で定めますと。で、これ、当事者と書いてあるので、地主から請求してもいいですし、地上権者から請求しても大丈夫です。で、その事情に応じて裁判所が20年から50年の間で存続期間を定めると。まあ、そういった場合もありますよ、ということですね。で、続いて、まあ、同じくこの存続期間を定めなかった場合なんですけれども、地上権者、つまりこれ使う側ですね。土地を使う側の人はいつでも自由に地上権を放棄することができますよ。つまりもう地上権なくしてくださいっていつでも放棄することができると。これは存続期間の定めがなかった場合ですね。定まっている場合は対象外なんですけども、定めていなかったというのであれば、地上権者はいつでも自由にもう地上権なくしてくださいと。もう放棄します。いらないですっていうことができるって話ですね。まあ、ただ、1年前までにそれは予告してくださいね。もしくは、すぐなくしてほしいというのであれば、1年分の地代を地主に対して払ってくださいね。これをすることによって地上権者は地上権を放棄することができますよと。まあ、いった内容です。で、続いて、工作物等の収許について。地上権者は工作物とか畜牧とかを他人の土地の上で所有しているわけですよね。で、地上権者は
この地上権が消滅した時に、もう自分自身でこの工作物とか畜牧を収拠することができるんだよっていう話です。収拠するっていうのは、まあ、工作物を取り壊す、畜牧をもう全部取り除く、まあ、つまり原状回復するって話ですね。何もない状態にするといったイメージです。まあ、そういった権利がまず地上権者にはありますよってことです。一方で地主は買い取る権利があるんですね。あ、もう建物そのままにしておいてください。畜牧があって地主がその畜牧欲しいというのであれば、それ買い取らせてくださいと請求する権利もあります。まあ、地上権者は取り除く権利があって、逆に地主はこれを買い取る権利があるとまあ、いうことですね。で、ちなみになんですけども、地主が地上権者に対して買い取り請求をした場合なんですけども、この場合、正当な理由がなかったら地上権者はこの買い取り請求拒むことができないので、地上権者はその場合は収拠することができずに、地主に対して売却すると、まあ、いった流れになります。で、続いてですね、区分地上権というものがあって、これどういったものかっていうと、二つに分けることができるんですね。区分地上権を二つに分けることができて、空中地上権と地下地上権って二つあるんですよ。今お話ししたこの内容っていうのは、この土地の上、土地上ですね。土地上に工作物とか、まあ、植林をするとか、っていった話じゃないですか。で、この空中地上権っていうのは、この土地の上なんだけども、空中に対して地上権を設定するっていう話です。例えば、送電線ですね。送電線を所有する目的で地上権を設定する場合に、この空中地上権を設定したりすることもできるよと。また、地下地上権。土地の地下ですね。土地の上ではなくて、土地の下。下の部分だけ使わせてくださいって言った場合に、地下地上権っていうものを設定することができます。例えば、地下鉄を通したいとか、地下に高速道路を通したいと、まあ、いった場合ですね。まあ、このような場合、地下地上権を設定するといったことも可能ですと。これが区分地上権の内容となってきます。まあ、今回は地上権が、ま、どういった内容なのか、どういったものなのか、まあ、概要を解説させていただきました。まあ、その他細かい部分については、過去問とかを解きながら、頭に入れていっていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。